グリーンバレーハウスゴーイ、どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の森田信義です。まあ、収録でございますから時間を言わなくてもいいんでしょうけども、とりあえずただいま9時30分でございましてですね、今夜も道頓堀は増田屋ビル4階にございますロックカフェうさぎさんより、生放送ではございません。なぜ生放送をやめたかというのはですね、どうもなんか途切れましたよ、声だけしか聞こえませんとかなんかそういうコメントがすごく多くて、それをちょい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 見ながらなんかやってるので気もそぞろになってしまうので、もうこれでもいっそ一回もしっかりも収録だけにしてやってみたらどれだけのお客さんが来てくださるのかなと思って、挑戦企画でやってみましたら結構たくさんのこと来ていただきました。ありがとうございます。それまでございまして、これから1時間よろしくお願いします。森田のめしょー、ありがとうございます。この番組は吉本新喜劇日夜頑張っております、私森田信義が毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーの方をお迎えしてグローバルな情報から半径20センチ以内の小さな話題までを皆様にお届けするバラエティに富んだ1時間となってございますと話して、まあ、先ほども言いましたように、生配信をちょっと一旦お休みしてみようということでございまして、でもまあ、一応ちゃんと流すんですよ。じゃ流すんですけども、もしかしたら私も、放送に耐えかねないようなことを言ってしまうかもしれない、もしかしたらゲストのことをですね、傷つけてしまう、これだけは流さないでくれということを言ってしまうかもしれない。ですからもう今日来てくださった方には、公言しないようにですね、で、まあ、あとまたアーカイブと YouTube で見ていただいて、あのシーンはカットされてるんだなみたいなことをですねちょっと味わっていただければ、楽しんでいただければなということでございまして、やってみることでございましてね、私は今日まで、今日じゃないですね、今週本当に久しぶりにですね祇園花月の内場さんの主演出させていただきまして、なんか皆さんがですね違和感あるわというね妙なこと言われるんでございますけども、大体社員からですねあまりこういじられることないんですけど、あれ今日はブラジャーつけてないんですかと言われるんですけど、そんな毎回毎回つけてるわけではございませんですね、先ほども塀の中の新喜劇、出させていただきまして、女だらけの中にですね男3人のうち、男4人なんですけどね、ほんま1人はなんか男なのか女がよくかな状態なのでね、あれなんですけども、まあまたこんなこと言うとまたね、これを生で配信してそのままやっちゃうとこんなこと言うてましたよとか言う人がおるからよかった、これはもうカットしよう、はい、なのでね、その中でやらせていただきまして、今日のゲストの方にもですね、いろいろとお世話になってるんでございます。その部屋の中の新喜劇で、まあ横にねずっと立ってはるんですけども、このまま立たしておくわけにはいかないので、もうこのまま1時間立ってもらうのもいいんですよ、この枠に入らない状態で喋っておくのもありなんですけど皆様から見えてて画面上には全く存在しないっていうのもあるかもしれないですけど、これはさすがに申し訳ないので、早速紹介したいと思います。なんとですねほぼ2年ぶりでございます、小寺真理さんです、どうぞ。ようこそお越しくださいましたね、はい、本当にもうやっとですよ、何度か来てくださいってお忙しいみたいでね、いやいやいや、まあ、忙しくはしております。いいことです、ね、いいことですよ、はい、いいことなんでございます、忙しい、2年ぶりでございますよ、だから去年、ね、去年前回が、うん、2015年の2月でございますから、それ以来ぶりでございます。そんなぶりなんですね。そんなぶりなんです。場所も変わったでしょ。前配信してた場所潰れたんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。この配信する場所全部潰れていくんです。スタッフさんがもういよいよおえってなって。大丈夫です。ここは大丈夫です。ここが潰れたらこの番組はほんまもや持ってください。はい、大丈夫です、この番組がある以上はここの店は大丈夫だというぐらい、まあそんなわけでございますね、まあいろいろあるんでございますけども、この番組にもちょっとスポンサーというものがございましてですね、はい、支えていただいている方がございますので、うんうん、申し訳ございませんがちょっとだけ呼んでいただきたいでございます。はい、はい、ここですかね。はい、そうです、ここです、格上の、はい、あ、はい、格上の旅行を格安で、はい、なんだまるでね過去の映像を見てきた、見て勉強してたんじゃないのワールドアドベンチャー、ワールドベンチャーなんですよすいませんね、ワールドアドベンチャーじゃないんですよね、アドベンチャーワールドじゃないんですよ、アドベンチャーワールドなんかね、違います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 、そんなアドベンチャーワールドの CM ってずっとオールウェイズが始まりますから我々、そんなオープニングテーマも
もありませんし、はい、全然いいんでございますね、はい、昔あの奈良ドリームランドにですね、ジャングルアドベンチャーというのがありましたけど、ね、そういう乗り物ありましたけど全然関係ございません、ね、はい、関係ないです、関係ないですよ。あとアドベンチャーワールドもっと関係ありませんから、すいません、失礼しました、はい、あのただただこの、はい、旅行サイトでございましてですね、はいはいはい、こちらの方に登録していただきますと、うんうんうん、格安で、まあ、本当にあの豪華クルージング、世界でですね、うんうん、まあ、海外旅行でですね、豪華のクルージング乗ろうと思ったら60万円ぐらいするそうなんでございます、はいはいはい、それがなんと20万円ぐらいできたりとかする、その安いんですよ、そういうあのサイトでございます。ぜひともご登録の方よろしくお願いいたしま す, いします、はい、ワールドベンチャーさん、ワールドベンチャーです、ベンチャー、はい、はい、そして、はい、地下鉄御堂筋線、はい、昭和町駅、はい、一番出口、はい、北へ30秒のところにあります、はいはい、炭焼き鳥ん、はい、焼き鳥屋ね、はい、住所岸本さん、はい、ありがとうございますね、はい、あのこの番組を見たよと言ってくださいましたらこのお店で何かしらのサービスが受けられるようでございますので、はい、ただ人気店でございますのでぜひとも予約を取って、から行くようにしてください。よろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、そしてただいま、はい、乗客員を募集中で、乗客員は常に募集していますね。サンゴタクシーはそりゃそうでしょう、ね、タクシーグループでございます、タクシー会社でございます、そりゃ乗客を募集してるんです、乗務員です、そりゃそうですよ、どこでもそうです、客は募集してます、私たちもそうです。間違ったことは一切言ってないよ。そう、なんで笑いが起こってるか分からない。コテラさん真面目にやってやるからね、全く、ま、ちゃんと呼んでる、そう、えらい、素晴らしい、乗客、乗客も募集してるけど、乗務員も募集してる、そうだ、サンゴタクシーグループ、サンゴタクシーグループ、そうでございますね、はい、こちらでございましてですね、大阪市内走ってございます、はい、マレーシアのですね、はい、観光の広告がされてるタクシーでございまして、はい、こちらの方、今乗客も乗務員も募集しておりまして、はい、ただ乗客も募集してますけども、うん、乗ったからといってですね、この番組見たいといっても何のサービスも受けれませんので決したらワンメーターがタダになるとそのことございません。運転手の方は全然私のこと知りません。まあ誰のことっていうぐらいです。あとまあ吉本って言うたら誰とかってね、いろんな話をされるぐらいでございますので、黙って乗ってください、目的地だけを言ってくださいね、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、シャラン長所、はい、パラパラするだけで引き寄せができる本、はい、ボイス出版より発売中です、はい、あすごい、ね、著書が読めるようになってますね。読めますよ、ね、読めますよ、素晴らしい、ね、これこちらでございまして、はい、引き寄せの法則ってご存知ですか。あけつえ姉さんがいつも、あそうだ、あけつえさんがね、あけつえ姉さん、あけちゃんって言いそうだけどな、どうしたんですか大先輩チョベリグブログを思い出して、なるほどなるほど、僕もたまに内場さんがうっちゃんって言いますよ、言おうたけどうっちゃんやめておいてよっていうことありますけど、まあそんな感じでございますね。アキエちゃんブログ、あ引き寄せができる本と、まあまあ、あれもね、アキエ姉さんがやっておられた、うん、それは読むのは結構時間かかりますので、そうですね、これはね、こうパラパラパラってこうやってるだけでその引き寄せができちゃ う, というそれは無理でしょ、これは無理でしょ、ええ、絶対無理です。絶対無理ですよ、この歌い文句でパラパラめくるだけで引き寄せができる本という、ね、こうなんか、うん、こうパーってめくってると、まあれとか言ってこうなんか大きい、どういうことなんかなってこうね、先入観を捨てる大きくてもと、なんか、ね、うん、パッて目に留まったとこ読んでいけばいつの間にかこう引き寄せができているという不思議な本でございまして、ボイス出版でですね、アマゾンのところも買えます、1600円で発売中でございます、はい、はい、そして内容を実践するようになるためのシャランメソッドベーシック講座の受講生も募集しております。はい、はい、ね、本当にあの漢字が読めるなんてそれぞれ25歳ですからね、素晴らしいでございます。あの Facebook のですねホームページもございますので、はい、そちらの方パラメク協会で検索かけていただけると出てきますので、ぜひともまずそれの方も見てみてください、はい、よろしくお願いいたします。そして最後になります、はいはい、平野にあります、はい、業務用きな粉やとんがらし、とんがらし、これはとんがらしですよ、それはね、地域的なものでとんがらしです、はい、とんがらし、これユミネさんも絶対とんがらし、はい、とんがらしですね、一味を扱っておられます、お尻のことはおいど言いますけどね、お尻のことはおいど言いますし、はい、とんがらしのことはとんがらしと言いますからね、はい、向井珍味堂、はい、向井珍味堂さんでございましてね、あの南波グランド花月にもございます、はい、ここも寄ってやというお土産物売り場がございましてですね、はいはい、あと新西橋の、あ新西橋じゃねえわ、新世界の、はい、通天閣の足元にも、うん、そのここも寄ってってあるんですけども、そちらの方でいろいろ販売してます、ネットの販売もされてそうなので、向井珍味堂さんでぜひこちらの方にね、きな粉とかね、ありますお好み焼きに合う一味とか、
手作り七味とかあるんです。で、はい、持ち歩けるでしょ。うん、はい、ですので、ゲストの方には持ち歩いてもらおうと思ってですね、はい、プレゼントがあるんです。お、やったー、はい、こちらのきなこでございます。ぜひとも持ち歩いてください。きなこ、はい、きなこね。何にでも合う、きなこ。普通七味とかじゃない、七味もあるんですよ。よかった。七味ときなこ。何にかけようかなと。あ、なるほどな。きなことか食べられますか。なんかすごい美味しいきなこらしいんですよ。そうなんですか。はい、国産大豆使用してまして。わあ、ありがとうございます。ぜひともこちらの七味も。はい、ありがとうございます。またなんかの王道にね、いただきます、ぜひ使ってください。まだ使ったらね、はい、ツイッターとかで、もしよければ宣伝してあげてください。はい、ありがとうございます。ただましてこの番組はですね、スポンサーを広く募集しております。はい、こんなに言ったけども、資金ぶりが悪化しておりましてですね、この番組もいろいろ大変な状況でございますので、皆さん助けてください。よろしくお願いいたします。はい、私のね、個人的なスポンサーも全然募集してますので、ね。あ、なるほど。そういうパパも募集してます。撮ってながらパパを募集していますので、ぜひともそちらの、私もママ募集中でございます。よろしくお願いいたしますね。変な嫁はんがいる、ぜひともママと呼ばせてください。よろしくお願いいたします。ということでして、約2年ぶりで、小寺さんにも聞いていただきましたけども、そうですね、もうあれですね、もうすっかりとこう、なんですか、前はなんかちょっとまだこう、アイドル感といいますか、エセアイドル感といいますかね。なんか本当にアイドルだったのかなっていう、なんかアイドルのメイドの方は上回ってた感じだったでしょ。その感じでちょっと抜けて、ああ新規の方なんだなっていう感じになられました。心はアイドルでやってますよ。あ、本当ですか。心はアイドルでやってるんだ。そう、どこ、どういうところで心は、あ、私今こうちゃんと見えてるかしらとかいうことですか。鏡は見てます。あ、そうか。な、そのなんか、あ、私ちょっとアイドルいけるなって思い出したぐらいはいつ頃なの。いや、別にね、アイドルいけるなと思ったことはないんですよ。周りがいけるって言ってくれるだけなんですよ。なるほどねー。すいません、このブーでどついてる。やめてくださいよ。すいませんね、カットはしますんでね。編集するから。生放送じゃないから。 あれなんか急にバッて画面変わったら、ブーってなってる。あれなんかあったなっていう。急に跳ねてるぞみたいなね、配信を見てるとあれっていう。なるほど、そうですか。なんかそれで、じゃあ、自分絶対マリちゃんアイドルとかいけるってと言うと友達がおるってことですか。いや、もともとは女性タレントコースっていうコースに、はいはい、お母さんが私すごい内向的やったんで入ってみーやみたいな感じやったんですよ。ほう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 。でなんかまあ吉本 の、 そのなんか売り文句っていうか、はいはい、そのがお茶も、お茶も着付けも、はい、女性タレントコースなら学べるよみたいな。へえ、あ、なるほどなるほど。言った、今度は言った花嫁修行的なことが、そうなんです、学校に行きながらできますよ、そうっていう感じのパンフレットやったんですよ。で、部活も入ってなかったんで、その時に、まあ、受験もまあ落ち着いてやろうかなみたいな感じやって、はい、そして入ってみたら、ちょっと待って、まあ、いいんですよ、入る前高校ですよね、はい、で受験も落ち着いてやろうかなって。受験落ち着くってどうするの。いや、私2年生まで一生懸命頑張って勉強して、高校2年まで一生懸命勉強してましたよ、小寺さんは。内心でもいいですよ、はい。栄養入試っていうのがあるんですよ。はい、栄養入試って。栄養入試。そうです。何それ？テストじゃなくて内心と面接で受かるみたいな。ああ、なるほどなるほど。もう賞味のこう筆記がいらない。そうなんです。あら、まあ。もう高校生ちゃんと頑張ってたら。高校生活頑張ってれば別に頭悪くてもいいと。頭悪くはないです。頭悪くないですよ。言い方が僕今悪かった。すみませんすみません。はい、頭悪くないです。その学校のだって内心でがいい子なんか頭悪いはずがありません。ただ単に無遅刻無欠席やったら内心が良かったんです。素晴らしい。素晴らしい、大事なことですよ。そう、真面目に取り組んでたんですよ。そうです、もう学校が好きなんですよ、行くのがね。行くのが好きやった。なるほど、アホみたいに行くのが好きやった。とりあえず誰かに会いたかった。内向的やけど誰よりも早く行ってた。行ってたね、やることないから。あるよそら。で、行く。行ってて、はい、だから部活もやってなかったんで。あ、部活やってないの？ 3 年間やってないんですよ。小中と何のために走ったりしなあかんねん。どうなんでしょう。わあ、なるほど。ちょっと自分の中でこう理由なき反抗があったんですね。そうなんですよ。心のなんかその部活やってる方とかが、はい、こう、あの、今日もマラソンせなあかんわとか、はい、せなあかんわ、別に義務じゃないけどなと。そうやな、思っちゃってたんですよ。自分で選んで、その言うたらクラブに入ってるわけやから。そうなんです。じゃあ自分の好きな時間を持ったらいいやんと思ってたんですよ。確かにそれはちょっと、まあ、理にかなってます。追ってます追ってます、はいはい、アホじゃないですから、ね、あ、しっかりしてますよ、はい。で、まあ、女性タレントコースに入ってみたら、はい、なんかお茶とかできるのかなと思ったら。なるほど。え、っていうことで大学には行かれてるんですか。行ってます。途中でもやめたんですけど。あら、やめちゃった。だから3年、もう高校3年の時にはもう受験も落ち着いてるというか、はい、もう
大学に行くのはもうここに行くって決まってたから決めてたので、はい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 、まあ大丈夫かなと思って、はい、でえ高校生を高校在学中に女性タレント、はい、女性タレントコースに入って、ああなるほど、はい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 、そしたらあのや入ってみたらもう突然先生がバンって入ってこられて、はい、隣のやつと漫才生って。えってなる。着付けは？着付け。全然しなかった。着付け漫才ですか？着付け漫才。ちょっとこれ帯がちょっと高いんちゃうかって。どやさんみたいなこと。そういうことを教えてもらった。コーナーはしてなかった。いやじゃない。じゃなかったんですよ。え？とか、イソベッチが入ってきて。イソベッチ。ね。友達です。もう友達感覚で。なるほど。イソベさんのことは何でしょうでの。はい。イソベッチ入ってきて。はい。一分間飲むしょい食べてって。言うんですよ。いやそんな感じなんですか。そんな感じのコースやった。いや詐欺やん。そうで、なんかあれ詐欺なんかなと思ってた頃に詐欺なんかなって思ってたそれ思うわね。思ってた頃にちょいちょいお花を挟んでくるんですよあ、漫才や言うてたら次はお花みたいな。お花の授業みたいな。あ、ちゃんとあんねん。あるんやみたいな。あ、まあタレントコースやからという意味合いやけど、はい、もっと着付けとかもちゃんとやってくる。着付けはなかったですけど。花だけ。花だけ。お花とかあと何しましたか。あ、でもポージングの授業とかもあったんですよ。あ、だからちょっとこういう風に見せなさいとか、はい、でも先生もちょっと半笑いやったんですよ。そんなだって吉本の人にいやそれはだってほんまにちゃんとした先生なの。ほんまの先生なんですよ。ちゃんとした。ほんまに、はい、誰か社員に教育してさこういう風にやってくださいって言うただけじゃないの。違います違います。ほんまのちゃんとした先生がもうやるんですけど、ああ、はい、もう歩き方をこうやってそんなみんなちょっと吉本に入ってくる子なんかって、はい、ぽっちゃりもおるし、まあまあそらね、そうですよ。つぼみだってあなたはつぼみの時にはこんなんやったんですけど、こんなんで結婚したペコちゃんはいてたの？あ、おりました、おりました。あ、ねえ、いてたんですね。じゃあ同期ではなく私と2年ぐらい後輩なんです、ね、後輩、ね、うん、なるほど。そうなんです。まあ、タレントコースイコール、そう、タレントコース出身でしょ、あの子も。で、そうです。タレントコースやったら、はい、それで最後につぼみのオーディションを受けるか受けないかみたいな、つぼみっていうのを作ったんですよ、マネージャーが。はいはいはい、女性タレントコースに、その言ってたら残れないんですよ、吉本に。卒業になったらもうやめろみたいな。なるほど、 NSC と一緒ですよ、そこはね、普通のね。で、お笑いコースの場合やったらバトルとか受けたりとかするじゃないですか、はいはいはい、でも女子って、はい、お笑いしに行ってるわけじゃないので。まあそうやな、だからあなたはだからその花嫁修行と思って行ってんのに。そうです、やりたいことをやるために行ったら、うん、行ったのに全然なんか花じゃなくて、なんか着付けじゃなくて、今花もやってるけど、ポージングやってるけど、何この漫才とかっていう。そうです、そうです。で、なんか私その桜稲垣咲さんが、はいはい、すごいのロケミツとかで、まあ、好きやったんですけど、はい、一期生におられたんで、はい、なんかああいう可愛い感じになれるんかなと思って、全然そういうわけではなく。ああ、そのなんか扱いがそんなこともなく。はい、でも妹分、つぼみって、はいはいはい、さっきさんの妹分として、はいはい、桜のつぼみということで、はいはい、やらせていただいたので、はい、そっからまあつぼみとして活動し始めるんです。あ、じゃあオーディションはすんなり通ったんですか。すんなり通りました。あら、またこれね、ちょっと自慢ですよ。いや、演歌って大事なことですよ。そこで落ちて、なんか這い上がってきました、私つぼみですって言ってもね。そら、そう、まあまあ言うて、別に人のことを悪く言うわけじゃない。北山舞香が入れるぐらいやから。北山舞香はどうなっとるんだ、本当に。舞香はね、でもね、うん、すごいんですよ。何がすごいの？新喜劇のオーディションもね、伊達に受かったわけじゃないです。大根を頭で割ってましたね。いや、アイドルちゃうやんか。え、大根こうバーンって、大根バーンってやってオーディションをなんか野菜を折りまくるっていうオーディションで受かってるんですよ、マイカは。すごいな。え、同期？いや、1個下になるんですよね。あ、1個下、よかった。先輩やとか同期やったとかしたらだいぶのディスり方やけどね。大根を頭で割って入ってきたってわけじゃない。いや、本当ですもん。でもあなた、やったんですよ。あなたが先でした。先1年前に入ったんで。1年前ね。で、だから私もやっぱ1年後に入りたい。あいつはずっと待ってるんだ。大根いつやろ。大根を頭で割るシーンはいつ新劇でやってくるんだろう。オープニングでいつ大根割れるんやろと思ってるんですよ。なるほど。それを待ってる。ほらブク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 超えていって。おばあみたいになってますよ、あいつ。ほんまに。なんか。まあね、でも、つぼみの時からでも決してあの、ほどくはなかったので。あ、まあまあまあ、まあでもそれいろいろあるじゃないですか。だってあのペコちゃんって方はあの感じだったんでしょ、はい。そうです。でももうペコちゃんはせっかくでしたよ、そのつぼみの頃から、はい、でもですよ、はい、誰か、はい、あのペコちゃん誰、あのあれですよ、あのもう 女子高生で入ってたんですよ、私と同じぐらいやったので、はい、でしかも16かなんかで入ってたので、えっていうことはもう高校1年生ぐらいでもうその女性タレントコースにおる、多分おったと思うんですよ。もう私も定かじゃないですけど、年齢が2年2期した、はい、おー、でもう誰と同期なの。北妻にゃんことかなんですか、ね、にゃんこと同期か、とか
かやったはずなんですけど、でしかもその女子高生で、その時っていうのはブログがまだ、今ってまあツイッターとかインスタグラムが主流ですけど、はいはいはい、その時はもうブログ、まあね、ブログってやつなんですかね、はい、そこでめちゃくちゃ人気あって、あ、もうその時から頭角を現してるんだ。もう女子高生が憧れるみたいな感じやったんです。へえ、その当時でもう、はい、うん、でしかもこなんか漫才コンビも組んでて、でなんかハイスクール漫才のいいとこまで行ってたんですよ。へえ、だからもうあの子は特別なんですよ多分。じゃあなぜ吉本を辞めたの？あ、やっぱやりたいことちゃうかって言ってました。ああ、リューチェルに会いたかった。東京に行ってでもモデルとして活動してたんでしょ、ね、吉本やったらモデルの活動とかあんまりできないじゃないですか。ああ、なるほど、まあね、でもすごいこの間もその年始あの LINE してたんですけど、うんうんうん、でもあの吉本の方にもともとつぼみやったんやろって言っていただけて、うん、つぼみでよかったですって。へえ、思ってる、その時初めて思ったんじゃんって言ったんですけど。そうやな、こんなこと言えやろお前自分言って。いや絶対あそこスポーツ新聞のところにさ、あのペコちゃんのこう経理会でつぼみとかで書いてたけど、消してくれって思ってたはずだ。何書いてくれてんねんって思ってた。うちでも NMB って書いてくれ。そうなんか、そうなんですね。そうなんですよ。でまあ、一緒に活動もしてたってことでしょ。じゃあしました。はあ、すごい。だから逆に言うと今度ね、そのあなたとかその卒業生がしっかり活動してるとね、またつぼみはつぼみでね。そうですね。なんかあそこに入ればちょっとこういう、まあ、スターダムの世界もあると思って、でももう私たちが卒業してからしっかり NGK でも単独し始めてますし。そうですね。東京でもなんですか。もうはい、するんですよ。3月でしたかね。あ、そうなんですか、はい。すごいな。だって根強いですよね、こうやってつぼみの時から見てくださってる方なんでしょ。そうですね。もう言うたらもう父みたいな人たちばっかり、父親みたいな父親みたいなことでしょ。育ててもらってありがとうでしょ。もう父親の割にはでもお小遣いくれないですよ。やれよおい、いくらかやれよおい、紙飛行機して飛ばしまいよおい。全部俺が取ってやる。俺が全部取ってやる。そうですか。あ、なるほど。まあ、そこからね、ちゃんとアイドルという活動もあって、はい、であなただからそのメイド喫茶とかで、まあ、働いておられる、はい、まだやっておられるんですか。いや今はもうほとんど入れてはないです、ね、聞きましたか。私は一生メイド喫茶をやるんで、好きなことを言うてのたまわってたこの人がもうやめてますせ。やめてはないんですけどね。みんなのメイドですみたいな。うーん、でもやっぱり、はい、こうなんて言っていいんですかね。恐怖がありましたか、やって。大人になって、はい、こうメイドで楽しいんですよ。今ちなみにおいくつでいらっしゃいます？25です。25、うん、なるほど。あの時は23だったんですね。じゃあね、でもうちのメイド喫茶ね、もうね、半袖なんですよ。半袖？はい、半袖ミニスカなんですよ。もう無理。年齢的に？もう無理。いや逆になんか出しといてほしいけどね。もう無理。何やろ、ええやんか別に半袖だろ。だって今日だって塀の段下の新喜劇がずっと半袖でしょ。もう中にヒートテック着てますよ。あ、寒さ寒すぎて。25でそれやったらどうすんのよ。ユミ姉さんなんてまだショーパンみたいに履いてんだよ。ほんまに。そうですね、鏡あるって思うんだけど。なんか私もユミ姉さんぐらいでもう一回始めますよ。あ、逆にね。あ、それはそれでまた面白そうやな。いや、でもこのメイド喫茶は全然やるもやるんですよ、はい、あのほんまに出番がない時とか。あ、なるほどなるほど、はい、ヘルプ的な感じで、はい、まあまあライフラインのしてね、うん、まあ、じゃあ一応そこに席は置いておられる。置いてます置いてます。でもそんなあなたが入るってなったらまたすごい来ないですか。いや、まあそれ来てくださるならね、ご主人様はたくさんいらっしゃるんだろう。スイッチ、本当にビジネススイッチ。ねえ、本当ビジネススイッチ、いいですね。ビジネススイッチね。いや大事ですよ、我々はね。ほんま普通なんかもうこんな声出さないですもんね。もう家帰ったらもうずっと鼻くそほしくって言うて、あっつってティッシュ取って2枚ぐらいパパッと取って、もうお手洗いにも行かない。あかんで。かわいい感じで売ってるんやから。いや絶対そんなんちゃうって。いや絶対ない。もう鼻くそこうやってやってティッシュあってなかった時にはもうその箱にこうやってつけてるでしょ。たまねえさんですよ。いやつけてるでしょ。テレビで言われてましたよ。たまねえさん、たまねえさん、あの趣味やったんです、あの人。いやまあでもね、本当にあの新喜劇でも活躍中でございまして、いやね、辻本さんのところとかでももうすごいですよね。いやほんでこうなんですけど、初め入ってきはった時とかやってはった時にやっぱ声小さいなと思いましたけど、
えらいもんでやっぱ声とかもね、うん、ちゃんとしっかりこう舞台上にこう乗っかるような人になってくるもんですね、うん、ありがとうございます。いやいやいや、それはもう素晴らしいですよ。本当ですか？本当に。でも亜美先生、うん、7年ぐらいお世話になってるんですけど、亜美慶三というね、はい、先生がおられまして、サンテレビのねカラオケの番組の審査員とかもされてますけどね。はい、そうです。我々その NSC はなどれぐらいからですかね。本当に昔から亜美先生なんですよ、うん、発声は。あ、ああもう25期も亜美先生でしたし、うん、そのタレント講座できるもっと前のですね、なんでだな、影、なんか歌組かなんかあったんですけど、うん、それもずっとやってありました、亜美先生ね。でもつぼみからなので、つぼみの発声も亜美先生なので、はい、もう何年会うねんって、はい、ああそうか。そうなんですよ。つぼみでも発声やってんの？発声やってます。へえ。でも今はもしかしてもうやっぱアイドルにチェンジして始めてるので、しっかり、うんうん、もうアイドルの多分しっかり。でもアイドルなのかっていう人もおるでしょ、こんな歌手つぼみの中でアイドルかと。まあそれ北山まりかが通ったくらいやから、ね、あかんですぐだ。あかんよ、あきたなんで。いやでもね、もうなんや言うて、私が卒業するときにゲテモン全部卒業したんですよ。あかんでお前、そんなゲテモン全部卒業した、そんなやつあかんもんね。卒業させられたかもしれない。追い出されたのか。過去のそのね、はい、そのなんか吹き溜まるようになってたベースがもうバーンなったみたいな、バーンなってみたいなもの。そうかもしれないですね。そしてもう可愛い歌歌い出して、あなたの時は一応そういうシングルリリースとかそういうことをやってたんですか？なかった。なかった。ちっちゃい声で、でかい声でいけるんですか？いやいや、歌手じゃないの、なんなんしてるのな。いや、そのグループでおって歌のリリースも何もなくて何してんの？何してんの？何してるよ、ライブして。いやだからライブや、そのライブは何のライブすんの？CD 発売させてもらえなかったんですよ。え、誰かがむっちゃ歌下手とかそういうこと？いや、それは私下手ですけど。ああ、いや、そういう問題じゃなくて、なんかずっとそ無理やったんです。なんかそういろいろあるんでしょうね、多分 ね。でも細々やっていきたかったと思うんです、前のマネージャーが。やっぱ CD 発売しちゃうと、うん、まあ、それにかかるじゃないですか、費用なりなんなり、はい。でもなんかその、あ、私たちこういう活動してますってボンと前に出せるじゃない、そういうシングルリリースとか曲リリースすると。1枚だけで、はい、DVD 出してるんですよ。それを引っ提げてずっと。なるほど、エロ DVD やね。ちゃうわ。ヌードンか。そのマネージャーと絡みがあるんか、それは。ないわ。妙な絡み。今日おばし月で一生懸命漫才してるやつがどっか。逆に見たいな、それむちゃくちゃおもろいんちゃう、それ京橋か月で必死に漫才してるやつ。はい、ああ。僕のタヒコちゃんが髪の毛ぐるんぐるん回してる映像とか。いや、それはそれちょっと見物では見物ですね、はい。でもまあこうやってね、卒業生というかがね、はい、ちゃんとこう活動されてるってのは、もう逆に言うとつぼみのメンバーも刺激になってると思いますんでね。そうだ、いいんですけどね。いやいやいや、でもこうやって見たらあれですね、あんななんかこうちょっとなんか、キュンキュンとか言うてるのが嘘や言うのはよう分かりますね。いや、まあまあまあね、ただのヤンキーですよ。二面性があると言ってもらった一番あかんやないか、それは。ギャップがある。いや、演技が上手いって言うと片付けられるけど、二面性があるはもうあかんよ、それは。やっぱアホやな、君。いや、まあ2年経ってね、どれほどね、あのコーテナ・マリが賢くなってるのかということを、はいはい、ちょっと今回ちゃんとですね、はい、皆さんに分かっていただこうということで、はい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 、前回覚えておるか分かりませんが、はい、世界地図をあなたに書いていただいた。そんなこともありました、ね、ありました。もう2年経てばですね。そうですよ、2年経てば、ね、それは大統領も変わりました、ね。あ、そう、分かってます。今大統領、次誰に変わりますか？トランプ。分かってますよね。もうおそらくこれで覚え、このトランプで覚えてるといいですからね。ねえ、ですので、ちょっとそれはもう覚えておられますのでですね、世界が今、世界地図をちょっとね、はい、ザクッとで結構ございます。世界地図を書いていただきたいんです。はい、ね、皆さんね、またね、あ、なるほど、すごいですよ、もう書き方がもうちゃんと勉強してこられたという感じの書き方でございます。はい、世界地図をね、今ね、小寺真理さんが書いておられます。独創的でございますよ、大変。でも小寺真理さんにはこういう風に世界が映っているということをですね、皆さんよく分かっていただきたいんでございますね。はい、素晴らしい出来栄えでございます。何法なんでしょうかね。メルカトラズ法なのか何法なのかよく分かりませんが、後ろの方にも見えるようにこのようにですね、一体この線は何なのかということでございますけども、この線
線は一応このあれを北緯なり、あ、そうです、経度と緯度、経度、なるほど、すごいです、経度と緯度覚えてますよなかったね、経度と緯度、はい、で、ちなみにどっちが経度でどっちが緯度ですか。これね、経度ですよ。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回これ経度で、経度、おお、なるほど、これで赤道なんですよ。あ、赤道が、うん、ね、これは赤道、これ赤道ね、はい、これはどこでございますか。これ日本です。うわ見てくださいこの真ん中の線が赤道で、これが日本だそうですよ。すごい。ちなみに今この日本で書かれてるこの辺りは何県なんでしょうかね。これね、はい、高知県あたり。高知県、高知県の皆さん、赤道直下だということを今知っていただけましたでしょうか。あなたたちの住んでいる場所は今赤道直下でございます。ものすごい暑いはずなんですよ、おそらく。先日私、高知の近くに行かせていただきましたが、ものすごい寒かったですね。まさかですね、まあ、この氷河期が到来してるんでしょうかね。そうです、そうです。なるほど。ちなみにこちらはどちらでございますか。北海道。北海道皆さん、北海道の方ですね、申し訳ございませんが、本州が見えなくなりますので、青函トンネルというものがもうおそらくと、はい、だんだん離れてるんですよ。だんだん離れてるそうでございます。青函トンネル今撮ってるので気をつけてくださいよ。水浸しになりますから、だんだん離れてるそうですよ。気をつけてください。それはね、大陸でございます。大陸を離れていくもんね。はい、離れていくもんでございます。ちなみにこちらのこの、これは何なんでございますかね。これ氷です。氷ですか。氷が。北極の氷。北極の氷がもう北海道にものすごく近づいてきますから。そんな近いわけでそんな近いわけじゃないね。まだ一つ言いたいんでございます。まあ、このね、緯度経度は別でございますけれども、今この辺がちょうど高知県だとおっしゃいましたね。四国の皆様喜んでください。本州に紛れ込んでいて、ね。ちなみにこちらは、こちらは何です。これはオーストラリアです。オーストラリアね、オーストラリアでございまして、オーストラリアと日本の大きさがまたすごいバランスなんでございますね。こんなに日本が大きかったんだというね。でこちらは何ですか。この南極です。南極、ソロマムみたいなやつは南極でございまして、これも？それも氷です。これ氷でこれ南極。南極と氷が同じ大きさでございます。北極の氷もさして変わらない。北極の氷がもう日本をもう踏み込んでしまうんじゃないくらい大きいですよ。ちなみに九州はどの辺にあるんでしょうかね。あ、もう九州も本州の中に入りました。安心してくださいね。もうなんかいろいろ言わなくてもいいですよ、ね、こんな海を渡って来てくださいみたいなこと言わなくてもいいです。海外じゃないですもんね。でこちらはこれね、ヨーロッパ全般、ヨーロッパ全般、もうそんな細かいことじゃない、全般 EU です。いわゆるね、すみません、これヨーロッパ全般でございますよね。はい、でこちらはこれアメリカです。あ、これアメリカね。はい、なるほど、アメリカ、はい。このアメリカはどこがこうアメリカでございますか。向こうまでグッとこうアメリカです。こうアメリカでございます。はい、こうアメリカでございまして、こちらがそれね、アフリカです。すごいですよ。アフリカの皆さん、ね、アメリカの下にアフリカでございます。ね、近い、名前によく似てますからね、はい、アメリカとアフリカよく似てます。ちなみにですね、まあ、去年ですか、オリンピックがあった場所、ブラジルは一体どの辺りなんでございましょうかね。ここら辺。アフリカ。アフリカの皆さん、そしてブラジルの皆さん、仲良くしてください。おそらく言語は伝わらないと思います。ブラジルの皆さん、でも仲良くしてあげてください。急にポルトガル語で喋れられてもとか思わないでくださいよ。いいですか。この辺りにね。じゃあこちらヨーロッパでございますが、まあアフリカのところにブラジルがあります。アルゼンチンはちなみにどちらなんでございましょうか。中に似てるじゃん。間違ってないですよね。ここが、いや、ここがアメリカであれば、アルゼンチン、ブラジルここにあるのは間違ってないんですね。はい、そうです。ただもう、アフリカ、でも、まあ、ここは行かないので、正確な場所を覚える必要がない。行かないです。絶対行かないよ。コテラ周りアフリカに行けません。ロケで行けたら行きますけど、自らには多分行かないので、はい、仕事でないと行けません。
暑いとこはちょっと苦手なんですよ。暑いとこは苦手でございます。なのに高知県が赤道直下になる暑いとこが苦手だという人がですね、高知県を赤道直下にしました。もし小寺真理が赤道というか高知県で営業に来た時、芝居でやってくださいね。ほんと高知の皆さん、よろしくお願いいたしますよ。で、あのお隣の韓国とか中国はどこに？なくったことにしてます。悪い意味じゃないです。悪い意味ではありませんよ。あの韓国と中国はなかったことになってます。ホテラマリさんの中でね。いや、私から見てね、やっぱ日本がメインなので。そりゃそうです、そりゃそうです。世界地図はそうですよ、そうですよ。確かに書かなかったのは申し訳ないと思いますけど、はい、まあまあでも分かります。大体この辺にあるんだろうなっていうことは大体そうです。大体この辺にあったんで、本当はあったんですけど、私ちょっと大きな大陸が大事だから飛ばしましたってことですね。そうです、そうです、そうです、はい、ちなみに韓国はどのあたり、日本がここだったら、日本ここら辺ですよ。あ、なるほどなるほど、うん、もう書けばよかったのにね、これぐらいだったら。はい、で、中国はどちらでございますか。中国はね、はい、ここら辺ですよ。おお、しちゃしゃで、ロシアがどちらなの。ロシアね、はい、ここら辺なんですよ。おー分かってるんですよ。分かってますね。ちなみに淡路島どの辺なんですか。淡路島ね。あ、島ですか。あ、島。なるほど、ね、素晴らしい。高知県がね、本州に入ってて、淡路島外に出てるそして入れてくれなかった。だってめっちゃ大きな橋渡るでしょ。そうです、大きな橋渡りますよ。うん、高知の人どう思ったらいいの。徳島の人どう思ったらいいの。大きな橋渡し、私の渡ってきたんだお前。ありますよ、本当に。素晴らしいです。賢いですよ。小寺さんは2年間で賢くなってます。そうなんです。そんな小寺さんにですね、はい、今日はいろんな問題をですね、問題、はい、準備してまいりましたので、はい、ちょっと答えてほしいんでございます。なるほど、ね、お遊びの時間でございますね。はい、小寺真理が一体どれほどの大学はどちらに行っておられたんですか。江南女子大学。江南女子大学ですよ、はい、ね、もうそれはもう綺麗な女子ばっかりの、この女子は。そうなんです、綺麗どころばっかりのね。頭見てわかるでしょ。見てわかります、見てわかる。もううなずくしかありません。ありがとうございます。で、そこを言っておられたんですね。そうなんです。そら頭良くなかったらいけません、はい、ではそんな小寺さんに一般クイズを出す。 JAL、 アナ、あ、はい、はい、これを答えてください。 JAL は何。これに書いてある。書いて書いて、いや、もうこの前分かんないと言ってください。競馬です。出したジャル競馬です。ジャルですか。ジャル、ジャル競馬、はい、ジャル競馬、はい、何、これはどこです。競馬の、競馬 の、はい、の大きいとこでしょ。競馬の大きいとこ、ジャルね。よく皆さんが買いに行くとこでしょ。そう、馬券を買いすぐそこにウィンズがあります。なるほど、ウィンズがまさかジャル系列だと知りませんでしたね。マイルたまるんやろかね。え、馬券を買いに行ってマイルがたまるそうでございますから。え、これ何の略でございますか。え、何なんでしょうね、はい、ジョッキー、ジョッキー、ジョッキーの、ジョッキーの、A、A、A、あ、あ、アップル、J、ジョッキー、アップル、お、L は？ラブ？ラブ、お、ジョッキー、アップルラブ、素晴らしいですね。何のこっちゃわかんねえぞ。こんなところに馬券が売ってるそうでございます。はい、なるほど、ジョッキー、アップルラブ。はい、じゃあこちらの、これあれでしょ。これは、はい、飛行機です。あ、乗りました。乗りました。ね、乗ったんですって。こっちはこっちは乗ってなかったね。もう馬ですから。馬ですから、乗ってない。こちら、こちらはこれは、はい、私これによって高知県いたんちゃうかな。あら、いや、それは泣いちゃいますからね。それは泣いちゃいますから多分ね。はい、はい、これは何の略でございますか。じゃあこれ会社を言っていただければ、どういうふうに読みます。アジア、アジア、あ、ナショナル、ナショナル、A ネーション、A ネーション。急に変なアイドルグループ入ってきました。 A ネーションね、素晴らしい、素晴らしい天才でございます。よかった、よかったね。覚えてください、ね、ジョッキーアップルラブ。先日終わりましたエベスさんでございますが、はい、商売繁盛で何持ってこれ。残念です、これね、アホみたいな感じでね、言おうとしてるでしょ、はいはい、私ね、寿司屋の娘なんです。あ、これは、これはね、これはもう言っちゃいます。寿司屋の娘ですから、分からない。寿司屋の娘やもん、そら分からへんわ。ジャルはそら分からへん。でもこれは分かる、寿司屋の娘やから。そう、はい、
黄色の笹持ってこいですよ。黄色の笹持ってこいね、笹持ってこいね、商売繁盛、笹持ってこい、素晴らしい、ね、色までつけていただいてありがとうございます。じゃあ続いての問題はこちらでございます。寿司屋の娘でございますから魚編の漢字をはい、書いていただきたいでございますが、あゆ、あゆ、あ、あゆ、あゆね、もう、もう、はい、来ました。素晴らしい答えがやってまいりましたね。腐っても鮎でございますね。わかりました。これは一体何と読むんでしょうかね。鯛ですね。これは鯛でもないですね、これはね。残念ながら鯛でもないんですよ。はい、魚編に同じと書いてなんやねんっていうね。同じ魚やなって終わりやからね。思い出しました。こうじゃん。素晴らしい、思い出して、え、ちょっと待ってください、点点がついちゃいましたね。あれ、何ですか、いらないものがついてますけど、はいはい、どうしたらいいの、この点点点は、魚が点点でメダカとか考えてましたけど、なるほど、鮎は合ってます、はい、では鮎はありましたけども、あの字は綺麗なんですね、結構ね、字綺麗なのに字を知らない。じゃあ、他何がありますかね。タイは先ほどのちょっと似てるんでございますけど、はい、カツオ、カツオに、カツオはカタカナですよ。来ましたね。サザエさんです。ね、そらサザエさんはそらそうですよ。そうですよ。そらそうです。ほんならね。でもカツオって叩くからこれちゃいますよ多分。カツオって叩くからこれ案外素晴らしい結果で泳いでるやつどう思ったらええねん。私ら叩かれんねんなって思いながら泳ぐ。なるほど素晴らしいですね。多分ね、多分ね。あ、鮭。うわ、寿司屋の娘ですから、ね、でもね、はい、でもね、でもねの逆説がよくわかりませんが、いくらでしょ、いくら、いや、いくら、いやいやいや、もともとね、もともといくらですよ、はい、もともといくらです、はい、もともといくらです、いくらからですから、はい、だから卵ちゃいますやっぱり、なるほどね、魚の卵でこれはどういう気持ちでおったんやんでしょうね。卵から帰ったものの話をしていつかは大きくなるんだよいつか大きくなるんだよという気持ちを込めて魚へんに卵と書いて鮭、素晴らしいね、素晴らしい、ありがとうございます、ね、魚へんに、あ、これは私ちゃんと書けますよっていうあるんですけど、その全部ちゃんと書いていただいてるんですけど、あれですよ、はい、はい、お、はい、新鮮の線です、ね、これはかけるんだ、これはかけるこれもかけますよ、なるほど、寿司はかけるんですか、寿司、はい、いやいや、ちょっとバカにせんとってくださいよ、はいはい、はい、あ、そう、あ、なるほどね、それはかけますけど、うん、この魚編の寿司はかけますか、魚編の寿司寿司屋の娘です、ね、魚編に寿司ってのもあるんですよ、魚編に書く、魚編にこう書いたらってことですか、こう魚編、あ、これをね、はい、魚に書いて、いや違う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 、あー、まあまあまあ、なんか間違っても、あながち間違ってもない感じでありますもんね、これ魚編、これ全部魚編つけたらね、そうです、そうです、なるほど、これなんとなくここ寿司と読めなくもないかもしれないですね、はい、なるほど、素晴らしいね、いや、素晴らしい、大丈夫、引いてます、全然引いてないです大丈夫です、もう天才にも皆さんびっくりしてるんですそら、素晴らしい、じゃあね、続きまして、はい、あのね、これね、僕じゃなくてね、はい、この番組の作家さんがですね、小寺さんに質問したいと言って書いてくださったんです、はい、さて、うん、何指でしょうね、何指、はい、これは分かる、さすがにこれお父さん指ですよ、お父さん指ときましたよ、お父さん指あの、まあまあお父さん指で間違ってないですけど、その幼児教育ではなくてあ、なるほどね、はい、親指、親指、はい、親指、はい、これね、はい、人差し指、人差し指、はい、真ん中よ、真ん中よ、はい、真ん中ですよ、はい、真ん中、はい、中指です、あ、中指、はい、で、これ薬指、薬指、小指、小指、あ、ちゃんと分かります、英語で言えますか、フィンガーです、フィン、いや、分かっとるよ、フィンガー分かりますか、フィンガー分かりますか、フィンガー5ですもん、フィンガー、あ、フィンガー5、おぉ、賢い、はい、英語でわかりますか、ファザーフィンガーです、ファザーフィンガー、ね、マザーフィンガ ー、 ガーなるほど、ブラザーフィンガーなるほど、シスターフィンガー、ベイビーフィンガ
満点でございます。素晴らしい。ね、それは分かりますよ、これね。じゃあ、じゃあこちら次、あ、トランプ、オバマ、先ほど言いましたけど、はい、その前、ご存知ですか？ヒラリーですよ。なんで彼女はね、なんで彼女は、違うリンカーンだ。うわアメリカの歴史短っアメリカの歴史短っもう10年ぐらいしかやってないじゃん、アメリカかもしくはもうちょっとやってても20年ぐらいね。リンカーン、オバマ、トランプ、おそらくこの前にね、何人かおられるってことですね。素晴らしい天才でございますね。ではこれちょっと難しいと思いますね。七草がゆの七草はという問題があるんですよ。寿司屋の娘さんでございますから、うん、そうですよ。おそらくわかるでしょう。はい、はい、タンポポ、タンポポね、はい、よもぎ、はい、よもぎでしょ。あと、はい、あの猫やなぎ、猫やなぎ猫やなぎ猫やなぎ猫じゃらし猫やなぎ猫じゃらしのことです。猫じゃらしモサモサのやつ、モサモサのやつね、はい。あとね、ほうれん草、ほうれん草、はい、チンゲン菜、キクナ、大根、もうとんでもねえな。最終的に根菜入ってきましたよ、ね、雑草入るわお前、おかゆさんやから。まあ大根入ってないけど、猫じゃらし入ってるおかゆさん食べたいか。色味で、ね、横にこうちょっと添えないな、ね、色味で添える、色味で添える、全部緑やから、色味も減ってるのもないんですよ。タンポポ入ってる段階でね。ではこれは分かると思います。平成、昭和ね、その前、はい、平成、昭和、もうそら履歴書とかってもうちょっと何回か見てはると思いますけど、平の釜、平の清盛とかそういうことですよ。平、あ、元年や、元年、元、いや、そうです、昭和元年があって平成元年があってなんですけども、大将、大将、素晴らしい、すごいね、平を経て元年に遡ってからっていうね、はい、素晴らしい。思い出し方がよくわからないですよね。ではこちらです。トイレを表す WC は何の略？これね、わかりますよ。あ、わかります。ウォシュレットクリーンです。ウォシュレットクリーンね、もうウォシュレットもない時代から WC って言ったんですけどね。はい、まあこれはね、ちょっとまあ難しいです。この問題ちょっと難しいです。ただまあトイレットは、まあ英語で書けばちょっと難しいか。じゃあこれです。これいいですね。調味料のさしすせそ。はい。砂糖、はい、塩、はい、お酢、はい。せ。はい。せですよ。調味料ですから。これまずソースなんですよ。そう、はい。はい、もうソースです。それはソースですよ。ソースですよ。それ銀シャリのことなんですか、はい、はい。砂糖、塩、お酢。これはソース。ソースですよ。はい。せ？せです。せなんかつくもありますよ。もうそれありますよ、それはもう。いろいろあるでしょ、その。せ、別に。せ？まあ、せいで考えるとちょっと難しいっちゃ難しいかもしれないですけどね。せいなのにせいじゃないんですか。まあまあ近からず遠からずですけどね。味の素、あ、どこにせいが入ってる。味の素、せい入ってない。だってせいで考えるからって言うからね。あ、まあ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 、せいで考えちゃうとこややこしいということ。あに、まあ、日本の調味料で考えてくださいよ。日本の調味料ですよね。砂糖、塩、お酢、はい。まあ、これがソースはいいでしょう、はい、お酒や、お酒入れますもんね。お酒だ、せい入ってねえよ。せい、せいで考えたらあかんのよ。せいで考えたらダメなんでしょ。はい、謎かけですかこれ。謎かけとかでもない、ね、きっかけですか。またじゃあそれは調べといていただきたいと思いますけど、はい、じゃあね、じゃあ1月を英語でジュンです。ジュン、あ、違う、ジャニュアリーです。お、すごい。じゃあ2月はフェブラリー。お、で3月サーティーン。サーティーン、急に数字入ってきたよ。サーティーン、はい。で、4月エイプリル、はい。5月フ
フェブラリー。フェブラリー、先ほど言いましたけど、また。あ、ファイブでしょ。ファイブでしょ。なるほど、ファイブできてフェブラリーやった。もう5月は、5月です、5月です。ジュニアリーマーチ。お、先ほど言いました、3月です。あ、はい、真珠メイ。お、メイ、お、すごい、すごい、お、うん、よう思い出しましたね、今の流れで。はい、メイ。で、6月ジュンブライド。はい、7月、7月飛ばして、8月はオーガスト。ちょっと待って、おい。まあいいよ、なんか飛ばそう。うん、まあオーガストなんですよ。オーガスト。おう、8月ね。はい、はい、9月。セプテンバー。お、セプテンバー。はい。終わりです。終わり。10月は俺10月生まれ。10月、オクトバス。はい、オクトバス。急にタコ出てきました。タコ出てきましたよ。はい、オクトバス。はい。で、11月。11月は、イレブン。おイレブン、おイレブン分かったよ。うん、セブンイレブンで覚えたんでしょうね、イレブンね。イレブンだから。ジュライね、もうジュライ。それはあなたが飛ばしたところですよ、ジュライ。あ、ほら。七月がジュライです。ジュライ。で、オーガスト、セプテンバー。ああ、で、オクトパス。オクトパス。はい。12月は？12月は師走です。師走。12月の師走。すごいな。すごい天才ですね。そらもうだってもうね、昔の配信見ていただいたらね、分かると思うんですけども、まあいろんなね、ことわざ言っていただいて、はい、最終的に工房はってね、はい、言った時に。パン、ね、パン工房のお話なんですよ、はい、そうですね、でも先ほどのこれはこれはさて何でしょう。牛ですか。牛の肉の部位。はーはー、なるほど、これが牛に見える、はい、何かもわからない、ピンとこない、こんなん見ても。分かった、分かりました、四国でしょ。おお、じゃあこれ何。奄美大島です。奄美大島。うわすごい、奄美大島が本州から見えねえや。チャット、湘南ですか。湘南、うわすげえぞ、この辺を湘南爆走族がもらったか。すげえな、湘南ベルマールとこんなとこ。そうそうそう、ここ湘南やった。そう、何県出身でございまして。大阪です。大阪です。そりゃ興味ないわ。なるほどね、素晴らしい、ありがとうございます。天才でございます。もう時間がいくらと足りますね、はい、そういうわけでございまして、十分楽しんでいただきたいと思いますけど、このコーナーに行きたいと思います。はい、ジョナブルスウィーでございまして、このコーナーですね、はい、ゲストの方お写真を紹介するコーナーでございまして、はい、ちょっとお写真をですね、うん、見ながら おしゃべりをしたいなと思うんでございます、はい、まず最初のお写真はこちらでございます、はい、ね、すいませんね、後ろの方の方見れないかもしれませんが、すごくいいお写真だということだけ分かってください。はい、はい、ありがとうございますね。はい、こちら、はい、このお写真はこれはあの金の卵7個目の7個目の7個目メンバー、はい、そうなんです。えみちゃんが1人、はい、あのね、あの松村えみちゃんが抜けちゃったので、はい、あのこれはその送別会を。ああなるほど、去年のね、そうなんです、年末、去年いっぱいで辞められまして。そうなんです、なるほど、その送別会の写真なんですけど。わあ、こうやって見たら結構皆さんシュシュザッタと言いますか、いいメンバーでございますね。そうなんですよね、ちゃんと、はい、まあでまあ、このメンバーがおりますよって言ったの紹介やったんですけど、はい、紹介だ。この次がちょっとまあ私あのお話ししたいんですけど、次のお写真がこちら、ドン、はい、わ、先生じゃないですか、はい、私が言う、これ、はい、あの森助さんなんですけど、森助先生、はい、同期入団で入ってて、はい、でね、めっちゃペアが多いんです、森助と、はい、めっちゃペア多くて、はい、役でも、もうね、一緒におったらね、なんかあの巨人師匠がパーって通って、うん、漫才せえ君たちぴったりやね。クーバラ師匠も通って、はい、その二人の様子を見てて、はい、君たちなんか服着替えて漫才したいねって、服着替えた意味がわかんないんですけど、おっしゃるぐらいなんか
あ、じゃあいい仲なんだ。じゃあいや、いい仲じゃない、見た目のバランスがいいのか、はいはいはい、台本来たら結構私が森瀬さん好きやったみたいな設定めっちゃ多いんですよあー、なるほど。そうなんです。へえー、でも結構面白いかもしれないね。ほんで、あの、辞められた市島さんいるじゃないですか。市島、うん、市島君、はい、辞める時にもう、うん、小寺ちゃんもう頼むから森助と結婚して、俺はそれだけの言葉残っていくから、すごい言うの絶対嫌ですって言ったんですけど。え、森助嫌？嫌ですよ。なんで 近くでこう匂いで母乳みたいな匂いするよなんかわかんない、母乳みたいな匂いするよ赤ちゃんのおしめみたいな匂い。それ、セールスポイントにならないですよ本当？はい、いや、悪い人じゃないんですよ。悪い人じゃないよ、うん、なんでっちゃ仲もいいんですけど、うんうんうん、だからなんかたまにほんまに泣きそうな顔してるから、ね、いろいろ、はい、うん、でもその森助さんみたいな、私は森助さんがすごいペアが多いんですけど、うん、森谷さんはこの人とペアが多いなとかはあるんですか？俺ね、でも一時期ほんと森田まりかばっかりやったりとか。あ、へえ、森森ペアで、森森ペア多かったね。あともうはじめさん、中田はじめさんのペア多かったかな、内場さんの週とかで、うん、もう、まあ、こんな別にその悪口を言うわけじゃないけど、もうしんどいの、はじめさん噛みまくるからねもう本ネタをやろうと思ってこのネタ考えたと言うても、その前がもうつまずいてるからもう何も受けへんのよ。もうそれはすごい辛かった。でも本人全然謝るつもりもないし、ごめんなんも一言もないから、ほんまこいつ蹴ったのかな思ったいや先輩やけどね、ただ蹴ったのかな思ったけど、この人むちゃくちゃ強いなと思って動けなかったわむちゃくちゃ強いからね、ほんまに。はい、で続きましてお写真いきましょうか、はい、どん、あら、これ私の親友です、あの、荒井優子ちゃんっていう子なんですけど、はい、グラビアをやっておりまして、あ、はい、はい、そういう方もお友達おられる、そうなんです、可愛らしい方です。妹は有村架純ちゃんです。この子の、はい、大親友なんです。あ、ほんまや、この子あれや、なんかこの間パチンコ屋に来てんかった、英語で。そうです、来てます、来てます。すげえ、めっちゃ可愛いんですよ、芝居で可愛いんですけど。ほな有村架純にも会ったことあんの？私はないですけど。ないんかい。そうなんですないんですよ。あんのかな、思ったら新喜劇を見に行きたいと言ってくれてて、去年のいつぐらいやったかな、だけどもどうしてもあの休みが合わなくて。来いよ来いよ、来てくれよ、かずみちゃんもうこのお姉ちゃんでもいいけどそう、そう、すっごい可愛い。なるほど、もしね、もしなんかね、なんかの加減で楽屋とかに来られるようでしたら、はい、ぜひ言ってね、一声かけてね。なるほど、はい、あの人危ない人やで、え、何だわかりました、言っておきます、ありがとうございます、はい。こちら、次と。そのかずみちゃんのお姉ちゃんのゆうこやんと、はい、あの、高層浴っていう。何これ、あの、美容にね、やっぱ二人女の子なので。すごいよ。すごいよ、これ。誰か分からへん。どっち、どっち、これどっちがあなた？顔四角い方が私です。あ、これゆうこやんですね。これゆうこやんで。はい、私、こっち顔四角い方が私です。ぶっすこんなもん、あの、かさすとかで、山の中で発見されるやつやんか。ああ、言うて。これ誰って可愛い子なんか誰も言ってないって。何これ。言ってないですよ。これでおがくずに生まれて大量の汗をかいたり、でまあこういうことを二人で。横のスコップよ。埋められた人やんか、ほんまに。これどこでやんのこんなん。これです、心斎橋にあるんです。大阪にあるのこんなん。ありますあります。はあ。っていうの。にたまに行ったりとか、二人で美容活動を頑張ってますって。中野優子さんに見えてきたけど。グラビアアイドル優子。グラビアアイドル優子やんか。はい、中野優子さんと言ってるのかな。続きましてお写真がこちらでございます。はい、これは私が今出てるんですが、ね、女だらけの、はい。女だらけのシーンね、部屋の中の新喜劇でございますね、はい、ということでございまして、お時間も、はい、もうあっという間でございましてですね、もう終わりなんでございますね、はい、たくさんの方来ていただきましたけれども、最後にね、ちゃんときちんとね、女だらけの先ほどのこの写真もございます、はい、告知の方よろしくお願いいたします。はい、ですね、ナンバーグランド花月で、はい、1月10日から1月30日まで休演日はございますが、はい、女だらけの吉本新喜劇第4弾、はい、家の中の新喜劇ございます、はい、これ中国雑技団の方々のコラボとなっております、はい、そうです、そうですよ。でこちらですね、はい、前売りが3000円で、はい、当日は3300円となっております、はい、ぜひぜひお越しください。あの休演日もございますけども、大体ほとんど平日は毎日やってます。もうやってんのかな、平日は。大体明日が休み
休みなんですよ。日帰りはもうずっとほとんどやってる状況でございます。毎日日帰りのゲストもございまして、なんと終演も、まあ、カーテンコールありまして、その時はお写真も自由に撮れるという、はい、ちょっとおね、風変わりな新喜劇でございますけども、小寺さんオープニングからガンガン頑張ってますから。そうですね、小寺ファンもう見てない、見ないわけにはいかないですよ、小寺ファンは。そうなんです、もうぜひぜひ見に来てください。ね、あとなんか個人的に告知することございますか？ないです。ないんですか？だって、まあ、新ケーキ出てますので、はい、そうですね、はい、今週の新ケーキも出ておりますね、NGK で。この間のね、その、はい、先週放送の土曜日の新ケーキ、まあ、私にも出させていただいた時の暴走族のあのヤンキー役も素晴らしいですね。でも、もう本当にね、合ってないんですけど。いや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 、もうそうなんだろうな、暴走族なんかできなかったんですけども。いや、そういう方なんだろうなと思ってましたよ、そら。ね、じゃあ、そんなあなたにですね、最後ね、この問題をですね、はい、出したいなと思うんでございます。最後に、はい、バシッと決めてね、終わりたいと思います、はい、では腐っても納豆。はい、はい、整いました。腐っても納豆とございまして、一体何のことわざなんですかね。腐ったよ納豆なら分かるんですけどね、腐っても納豆、腐っても納豆、腐っても納豆でございますということでございまして、以上でございます。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ゆうゆきさん、バイバイ。